どうも、りょうちチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、こんにちは。さあ、本日はですね、ちょっと今まで、新信長の野望の方ですね、ライブ配信で主に活動しておりましたが、今回ですね、小ネタとして、ちょっと知っとくとお得ですよ、みたいな情報の方をね、皆さんにお伝えしたく、ちょっと上げてみました。他のですね、新信長の野望の攻略サイト、攻略というかね、動画を上げてらっしゃる方でもしかしたらもう出てる情報かもしれません。まあちょっと温かい目でね見ていただければと思います。はい。そして今回、お伝えする内容はこちらですね。天守、皆さんね、天守の中に内政軍事委任とありますが、ここら辺内政や軍事はねよくね皆さんポチポチされると思うんですけども、こちらの委任結構放置されている方多いと思うんですね。で、まあこちらね、一括委任すれば適材適所に、武将がね、このように政治武将が配置されるんですけども、現状ですね、政治武将というのはこちらのね武将一覧で見ていただければ分かるように、結構ですね、まあこう政治でねやってもこのようにね SR 以下の武将がね結構多いんですよ。基本的に SSR でもですね4体ぐらいですかね。図鑑の方で見た方がいいかな。選別して、まあこれで全部ねこうして SR、 はい、こんな感じですね。で、僕ちょっと SSR 一体も持ってないんで全部 SR で埋まってはいるんですけども、まあこの SSR が4人入ったところでも、あの委任枠っていうのがほとんど SR ないし、レア もしくはノーマルのね、適材適所の武将で構成されるような形になっているんですね。で、一つですね、気をつけていただきたいんですけども、こちら、委任すれば、まあね、奥義だったり、例えばこの、だって、テルムネだったら、こちらね、鉄鋼の奥義の方を持ってますので、このようにね、鉱山奉行という形で適材適所で配置はされるんですけども、意外と、皆さん、軍事面の武将ばかり上げ、レベルを上げられてる方多いと思うんですよ。で、やはりね、ノーマルランクだったり、レアランクの武将、なかなかね、レベルを上げるまでいかない方、たくさんいらっしゃると思うんですけども、ここの奉行所にいる、ノーマル、レア、SR の武将のレベルは、なるべくであれば、上げてください。はい。まあ、おすすめとしましては、基本このゲーム、やっぱ騎兵がメインでね、運用されてる方、たくさんいらっしゃると思うんで、この騎兵のね、ここに、人それぞれちょっと違うかもしれません。僕の場合は、毛利高元が、このようにね、ドスンと座っておりますが、まあ、例えば毛利高元のレベルを、今の天守レベルに応じた武将レベル、マックスまで、僕の場合は70ですね。70まで上げたり、まあ、このね、生産系、土田御前、戦闘員、まあ、ここだったら林秀貞、伊達照宗、ここら辺もですね、余裕があれば、ここはね、なるべく高レベルに上げておく。で、基本的にはですね、まあ、騎兵奉行と、僕のおすすめとしては、クスシ。僕の場合はチャチャですね。SSR の本願寺を持ってる方であれば、多分本願寺がここにドスンと来るんですけども、持ってない場合は大体このチャチャが座ってると思うんで、このチャチャのレベル。あとは、大砲奉行と学問所の奉行、平手正秀さんと、僕の場合は丹羽長秀。まあ皆さんね、ここに誰が来るかっていうのは、各々変わってくる部分はあると思うんですけど、大体は SSR 持ってない人はこのような配置になると思います。まあ SSR の武将って基本的にやっぱり皆さんね、率先してあげられる方多いとは思うんですが、SR 以下の武将ってなると、どうしてもね軍事面の武将ばっかりに目が行きがちで、こういった政治面の武将はなかなかレベル上げにね手が回らない方もいらっしゃると思うんで、基本的に先ほども何回も言いますが、ここの騎馬奉行と治療のね司る薬師、そしてまあ大筒は二の次でもいいです。基本的には騎兵、薬師、そしてこの学問所に座ってる政治武将のレベルはなるべくマックスに上げていただいた方が、後々こういうところはね、この短縮時間のねパーセンテージが増えますんで、
ここがね、後々やっぱ響いてくるんですよ、このゲーム。時間を短縮いかにするかっていうのが大事なゲームになってますんで、試しにですね、このクスシのチャチャ、今成績381で、レベルの方がね、僕の場合ですと何かな、ここ見ていただければわかるんですけども、まあ僕の場合63、あ、62ですね。で、成績が381。で、現状ですね、これで今治療をするとします。697人。兵種ランク8の騎兵ですね。34分51秒かかるんですね。例えば、この天守から、このチャチャを外します。はい。で、治療を押してみると、38分12秒と。このように時間が伸びてしまいます。まあ、事実もなんですよ。例えば、ここの兵士の数が1万、2万、3万ってなると、その分ね、治療の時間がかなり増えます。その場合のやっぱここのね、削ってくれるパーセンテージがかなりでかくなってくるんですね。時間が。で、まあ今ね、外した状態で38分12秒を入れる、このチャチャをね、委任にすると、まあこのようにね、何度も言います。34分48秒と、時間がね、減るようになります。で、今僕のね、チャチャはレベルが62なんですけども、こちら負傷兵、負傷のね、治療速度、プラス 7.2%。こちらはね、奥義なんで、上の効果に関しては、チャチャが覚醒回数を踏まないと、ここは伸びないんですけども、こちらの属性祝福っていうのはですね、チャチャのレベルの、そしてこの政治力に応じて、ここの数値が上がりますんで、試しにちょっとじゃあレベルを上げてみましょうか。今僕のチャチャ62ですね。で、これを例えばじゃあ、2回上げましょう。で、政治が390に上がりましたね。レベルも64で。で、先ほど治療短縮 7.2% だったのが、こちら見ていただくように、7.37% と。いや、ほんとビビたるものなんですけども、このようにね、治療の時間を短縮していただけると。結構ここら辺ね、皆さんね、盲点になっている方多いと思うんで、今回ね、これを機に、自分がよく使う兵種と、はい。まあ、治療ね。T8 や T9、T10 になっていくつれにつれて、やっぱ治療時間っていうのはかなり長くなってきますから、こういったね、ちょっとした効果っていうのが、後々響いてくる。プラス、まあ、学問所ですね。技術研究速度。はい。これもね、学問所の研究速度はね、若干ではございますが、早まりますんで。短縮アイテムをね、使う回数も減るし、一石二鳥です。ここら辺をね、ちょっと気にして、今後ね、皆さんね、武将のレベル上げ、そしてこの適材適所の配置の方をね、行ってみてはいかがでしょうか。はい。まあ、今後ともね、こういった形で、ちょっとした小ネタ、知っとくとお得ですよっていうような小ネタの方をね、まあ、気が向いたら、合間合間に、ライブ配信の合間合間に挟んでね、上げていければなと思いますんで、よろしかったら今後ともご視聴の方、何卒よろしくお願いいたします。はい。今回ちょっと初の取り組みでした。まあ、よかったらね、これを機にチャンネル登録、まだの方チャンネル登録、そして、グッドボタン、高評価の方をね、よろしくお願いいたします。はい。それではまた、次の何かしらの配信、そして動画でお会いいたしましょう。ご視聴最後まで、ありがとうございました。